ご無沙汰しております。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそ。どうぞお座りください、はい。落合博光、映画仕掛け人藤枝梅安を語る。お話を伺わせていただきます、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、まずご覧になった率直な感想から聞かせていただけますか。ああ、懐かしかった。懐かしいですか、うん、古き良き時代をもう一回、体験したっていうそんな感じ。まあこの藤枝梅安はちょうどテンポが合うっていうのかな。ああ今の映画って早いでしょ、 CG 使ったりなんかでね、はい、でこれはどうなってんだっていうような見る映画が多い中で、この時代劇や時代劇なりのテンポの良さっていうのがね、はい、あるんで、だから見てて心地いいっていうような感じ。何人か藤枝梅安の役をやった役者さんっているけどもね、はい、まあ一番のハマり役じゃないのかなと思いますよ。そんなに見てていやらしいとか残酷っていうそういう映画ではない、見てて痛快だよ、うん、だからこの先もっと時代劇が増えるような時が来るかね。どう思いますか。俺は見たい。どういう描き方をするのかね、まあ時代劇は復活してもらいたいなとは思うけどね。だからお互いがお互いを理解し合ってるっていうようなものが、まあ、ずっと描かれてるっていう。だから俺はこっち行こう、お前あっち行けっていうようなことじゃなくてね、まあ、言葉には表さない、意思統一ができてるっていう、まあ、そういう二人の関係ですよね。なかなかそういう人は現れないでも1も2もこ うまくこうシンクロしてるっていうか、うまく重なり合って、でも違うストーリーがちゃんと走って、うん、か2見た後1っていうのもありだなと。あ、それはありだと思う、うん、どっちがお好きですか。コース付けがたいっていう感じだね、うん、だから3作目どうするんだろうっていうふうに考えちゃう。もうそっちに頭がいく。ああ、余韻に浸りたくなる映画でもありましたね今回、うん、人は悪いことしながらいいこともするという、うん、こう予期してないんだけれどもどっちもしてしまうのが人間だっていう考え方が池波正太郎さんの中にあると思いますけど、それはどう思いますか、うん、自分の中では悪いことしてるっていう感覚がない。でも他人が見れば悪いことをしている、だから罰してくださいっていうことでしょ。まあ世の中の人間みんなそうじゃないの。いいこともするけども半分悪いこともしてる、はい、それが自分が悪いことをしてるっていうのは気づかないけども、第三者から見ればね、あいつはなんだこんなことをしてとかっていうふうに思われる。で、その思われてるものがこの映画の題材になってるっていう。だからこれが悪いものだけがなくなってるっていうんだったら、あ、またちょっと違う見方はしなきゃいけないんだろうけども、だから両方教えてくれてるようなもんじゃないのかなと思う。そのバイアンさん、まあ、仕掛け人と言われる人たちの自分はいい人も殺めてしまったっていうこととかも全部引きずって生きていくんだな、うん、これからって。だから悪い人だけを殺めてるんだったら、うん、そこまでの思いはないんだろうけども、はい、いい人を殺めてしまったっていうのはね、ずっと引きずるんだろうなとは思う。まあとっても面白い映画でしたよ。でまた音楽も良かったね。で劇中の中の音楽もそんな派手じゃなくて、はい、時代にマッチしたようなねな音楽であって、で最後のエンディングも、あ、時代劇だなっていうものを思わせるような音楽だったなと思って、うん、どんな人に見てもらいたいですかこの映画。どっちか言えば年配の人に見てもらいたい、うん、欲してると思う時代劇を。古き良き時代を懐かしむ年配の人に見てもらいたいなとは思う。だからテンポがいい、今の時代にないテンポ、ゆったりした時の流れっていうかね。だから今の人って時代劇見たことないんだろうと思う、そうですね、うん、だから時代劇ってどういうふうに描かれてどういうものなのかっていうのがわからないからね。
だから分からない人がこれを見た時に何を感じてくれるかっていう、今の時代にはねないものが描かれてるんで、見て何を感じるかっていうのがね、見ないと語れないから、よくできた映画ですよ。2月の3日と21が公開されて、2が4月の7日に連続公開という形になりますので、第3出ないのかなもうひたすら次が楽しみという落合さん2まで見ちゃったもんそれは映画仕掛け人藤枝梅安、2月4月連続公開。